野球賭博で MLBA 級追放のピート・ローズ、俺にもあの時通訳がいればよかった。これがアメリカンジョーク。何皮肉言うとんねん。イチローにケチつけてたと全く変わらんな、こいつおもろいわ。こんなん日本のマスゴミと大谷信者発狂するやん。通訳が勝手にやったって言えばええもんな。ピート・ローズって自分のチームにかけ続けてたらしいな。大谷でも同じなら負債膨らむわ。監督してる時に野球賭博していたクズが何ほざいてるんや。日本のマスゴミはこれ見てイライラしてそう。アメリカよ、これがジャパニーズシールドだ。脱税で刑務所行きになったのは通訳が入れ歯回避できたんか。クズ、松ちゃんをこれくらい言わないと世界で通用しない。まるで大谷が賭博やってたみたいな芸に草やな。ガチでこのスレにもイライラしてるやついるの。草生える。聞いてるやついて草ただのジョークやん。身代わり一品人形。こんなジョークに発狂してるやついるの。草、実際そうやな。マネージャーいればセーフやろ。たとえ大谷が欠けてたとしても野球に欠けてたお前よりはマシなんだよな。言うてピート・ローズは監督してた自分のチームに欠けてたマジもんやからな。選手時代にも同じことしてたのに嘘つくおまけつき。全ての罪をかぶって成人イメージを守ってくれる通訳ワイも欲しいわ。このくらいの軽口はたける環境で競うからこそリスペクトが生まれる。ご視聴ありがとうございました。